皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬マナバツクイズです。フラットコーテッドレトリーバーはゴールデンレトリーバーより抜け毛が少ない。答えは丸です。フラットコーテッドレトリーバーはラブラドールレトリーバーやゴールデンレトリーバーに比べると抜け毛が少ない犬種です。物を取ってきたり運んだりすることが大好きで活発な犬種です。飼い主の指示に忠実で優しい性格をしているのがフラットコーテッドレトリーバーの特徴です。以上で愛犬マナバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。